その日メロスは眠らずに村へ帰りました村に着いたのは次の日の午前でしたもう村の人は外で仕事を始めていました メロスの妹も仕事をしていました妹は疲れているメロスを見て驚きましたメロスは言いました大丈夫だ ところで、町にまだ用事があるまたすぐに町へ戻らなければならない明日お前の結婚式をしよう。 きれいな服も買ってきたさあ村の人にあした結婚式をすると知らせに行きなさい妹はとても喜びました メロスは家に帰り、結婚式の用意をしました。メロスはベッドに倒れて眠ってしまいました。